今日はですね、関東地方、台風の、ね、影響で雨風結構強いんですね。それで今日本当はですね、洗車しようと思ってたんですけど、ちょっとね、洗車は来週することにして、とりあえずまあブレーキ関係ね、使えるかどうかちょっとチェックしようかと思いまして、フロントトリアちょっと外してみて、まあ、ピストンがね、錆びてないかとか、固着してないかっていうのをちょっと調べてみました。で、これ前やって、その後後ろやるんですけど、実はですね、この前やった後に、RZ のね、キャリパー持ってるんですね。何個か持ってて、で、それがですね、もう固着がすごくて、エアーで拭いてもダメで、でもうバーナーで焼いてね、シールがね、もう溶けちゃえば外れるかななんて思ったんですけど、もうバーナーで炙ってもダメでね。で、それをですね、ちょうどこの今バイクがここにあって、まあ、NS250F で、ね、ヤマハとは全然違うんですけど、まあブレーキキャリパーのね、ホースの付け根は一緒だろうと思って、で、それをね、油圧っていうか、まあブレーキの圧でね、水圧っていうか液体の圧で押し出してピストンをね、取り出そうかなと思ってやってみたんです。で、この今この NS250F のフロントのブレーキはですね、ブレーキフルード、入ってないんですね。で、まあ水でやってもね、圧伝わるのは一緒なので、水道水ちょっとね入れてみて圧かけてみたんですけど、やっぱりね、どうしてもね、固着してる RZ のピストンがね、抜けないんですね。で、2つ対向ピストンなんで、1つはね、動いたんですよ。やっぱり水圧かけたら。ただ、もう片方の方がね、どうしても出なくて、それで、まあね、もっと粘ってやれば出たんでしょうけど、それがね、何個か実は持ってて、ちょっと今日はやめちゃったんですけどね。で、それもね、できたら、ピストンね、取り出して、で、この NS250F の部品をサンドブラストをかけるときにね、その RZ のキャリパーもね、一緒にきれいにしたいなと思ってたんですけど、ちょっとまあ今回無理かなって感じですね。で、今この分解している状態の時はですね、ブレーキフルード入ってない状態なんですね。で、後ろの方はね、ブレーキフルードちゃんと入ってて、ピストン動くんですね。ブレーキこう踏むところ、カチャカチャこう手で動かすとピストンがちょっとずつこう出てくるんですけど、このフロント側はね、全然動かないですね。で、まあその何て言うんですかね、フルード入れた時にね、どっかから液漏れないかっていう、まあテストもあったので、ちょっと今日は水道水入れてやってみました。またね、ブレーキフルード入れてね、どっかから漏れたとかっていうとね、それが塗装につくと良くないので、まあ今日は水でやりました。で、まあ普通はね、水使わないんですけど、このバイク来週あたりも洗車してどんどんバラしていくので、まあ今回は水でやってみました。で、これ今パッドのね、ピン取るところ、私このタイプ初めて見まして、まあ、ほとんどね、整備したことないので、普通ピンのね、先っちょにこう穴が開いてて、そこにこう針金がね、こうくにゅって曲がったやつ差し込むのが、まあ、普通なのかななんて思ってたんですけど、ちょっとピンのね、止め方が変わってたなって思いました。で、そのね、プレートでピン止めてるんですけど、そのプレートがボルトで止まってるんですよね。で、そのボルトがね、外れなくてですね、最初にね、緩めとけばよかったんですけど、構造とか全然分かってない状態で、とりあえずキャリパー外しちゃったんで、動画ではね、すぐ取り付けて緩めたりしてますけど、編集してるからね、どんどん作業進んでいるようには見えますけど、プレートのキャリ
プレートのボルト外すのにすごい時間がかかりましたね。つけるのがね、めんどくさかったんでね、結構いろいろ頑張ったんですけど、で、よくよく考えたら、インパクト持ってるんで、インパクトでやっちゃえばよかったんですけどね。インパクトね、普段使わないもんだからね、すぐにインパクトでやろうって考えが思いつかなかったですね。で、一応、私の動画上でインパクトほとんど出てないと思うんですよ。やっぱりね、インパクトを使うってことはコンプレッサー使うってことで、普通一般的にはね、コンプレッサーとかインパクトって持ってない人の方が多いと思うんですね。それで、そういうのを使わないで、なるべく作業をしようと思ってたので、今までね、ほとんど出てないはずですね。で、これからサンドブラストとかあるのでね、どんどん使いますけど、コンプレッサーとかは。で、今までもサンドブラストやるときはね、どうしてもコンプレッサー使ってたんですけど、普通のね、整備、一般整備ではね、使ってないはずです、多分。で、一応分解とかなんかも、この車体ばらすときなんかも、一応ね、インパクトは使わないで、全部普通の工具でやっていこうと思ってます。で、これ来週あたりね、本当にもうすぐ洗車して、どんどんばらしていこうと思うので、このキャリパー今取り付けてるんですけど、もう適当に取り付けて、ちゃんと締め込んだりしてない状態ですね。で、まあ、ブレーキフルードも入ってないので、ブレーキ握っちゃったところで、なんかなるわけでもないので、もう本当に、ただ単に取り付けた状態です。で、リア側はですね、ちゃんとフルードも入ってて、ブレーキ効く状態のような感じはしますね。実際走ったことないんでね、どれくらいちゃんと圧がかかってるかとかは全然わかんないんですけど、一応ね、ブレーキペダルのとこを手でね、カチャカチャやるとね、ブレーキのピストンがね、動いてたので、まあ、多分ちゃんと効くんだろうなぐらいの感じですね。で、これね、前後ともブレーキのね、パッドが結構ね、厚みがあったんですよ。だから変えて、ほとんど走ってないような感じですね。ちょっとね、久しぶりにあんな分厚いパッド見たかなって気がしますね。うん、結構ね、厚みもあって、まだまだ使えそうな感じですね。多分ね、このリア側もね、そんなによくはもうチェックしなかったんですけど、多分ね、ピストンまだ使えるそうな感じがしますね。サビね、どうしても中側はね、すごいんですよね。錆びてるんですけど、外側はね、そんなにひどい錆もなくね、多分使えると思います。で、まあ来週あたり、バラせたらバラしたいなと思ってます。で、戻りがね、どうしても硬くなっちゃって、ね、このね、
工具使って、これね、本当にあれですね、役に立ちますね、これ持ってると。今日使った工具とかいろいろと、下の概要欄の方にリンク貼っときますので、ぜひ見てください。で、来週あたりから、まあ、バラシ、どんどんやっていこうかなとは思うんですけど、バラしたね、部品なんかをね、置くところがね、なくてね、まあ、どうしようかなと思ってるんですけど、まあ、保管場所っていうかね、置いとく場所をなんとか確保して、ね、確保しないとバラせないんでね、まあ、そこを、まあ、確保して、なんとかバラしていこうかと思ってます。もしよかったらぜひ見てください。どうも、見ていただいてありがとうございました。